どうも皆さんこんにちは。私ホビーショーには一度は行ってみたいおじさんことモルモットと申します。いやーやっぱ東京は遠いというわけで、本日から始まりました全日本模型ホビーショー、10月12日土曜日と10月13日日曜日に開催され、これを収録している10月11日は業者招待日ということで、早速メディアさんなんかが新商品の情報をバンバン出していました。もちろん私も何のコネもありませんので、こうやって皆様と一緒に情報サイトを見ている次第です。一度は行ってみてえなあ。まあ現地にも行ってない私がこういう動画を出すのはちょっとあれかなとは思ったんですけど、今回の新商品のラインナップを見てたらどうしても皆さんに紹介したくなったので、今回この動画を撮っている次第です。まあとりあえず早速新商品の方を見ていきましょう。それでは最初はこちら。はい、株式会社海洋堂さんです。というか、この株式会社海洋堂さんのブースを紹介したかったまである動画となっております。というのも、アートプラの新作が発表になりました。アートプラに関しては私前回のモニターキャンペーンで2号機の商品のモニターをやらせていただいたんですけど、それの新作が出ました。それがこちら、アートプラエヴァンゲリオン量産機襲撃。エヴァンゲリオン旧劇場版エアー真心を君に、皆さんのトラウマエヴァンゲリオン量産機、ついに商品化です。この令和になってとうとう量産機が商品化になりました。まああのシーンを見れば皆さん納得ですよね。皆さんの心にもがっつり残っているあの機体、このまがまがしい口、この口で2号機がおっとこれ以上は言えない。まあ、とりあえず素晴らしい造形であることは間違いないですけど、私こちらのアートプラの方を制作させていただいたんですけど、まず思ったのがパーツ分割の素晴らしさですよね。色が違う部分はほぼ全てのパーツが分割できるようになっていましたので、今回のこの量産機もそのような仕上がりになっていると思います。初心者さんでもパーツに色を塗るだけで簡単に色分けができるので、めちゃくちゃおすすめの商品です。しかもこちらにあるように羽が一つのパーツでできてるのもめちゃくちゃすごいですよね。アートプラは基本的に非稼働のモデルなので、ポージングをさせたりということはできないんですが、それゆえに細かい稼働による擦れなんかを気にしなくていいので、塗装に集中して作れることも魅力の一つだと思います。しかもこちらもうすでに価格が決まっており、そのお値段が7700円ということで、このデカさで7700円はかなり頑張ってる企画ですよね。X のコメント欄にもあったんですけど、瓦礫を買うよりも全然安い金額で買えるっていうのも魅力の一つだと思います。しかも瓦礫に比べて面倒な表面処理なんかもしなくてもよく、一気にバッて塗るってこともできると思います。現状で2025年の冬に発売ということなので、おそらく 1,2,3月あたりじゃないでしょうか。ということはそろそろ予約が開始されるんじゃないかなと私は睨んでいます。もちろん予約が開始されたら私は購入しようと考えております。ついに皆さんのトラウマと向き合う時が来たのではないでしょうか。続いてはこちら。こちらも海洋堂さんのアートプラ、ついについにです。エヴァンゲリオン仮設5号機がプラスチックキットで発売されることになりました。おそらくプラモデルになるのは初めてじゃないでしょうか。仮設5号機自体が多分リボルテックでのフィギュアで存在しただけだと思うんですよね、私の記憶では。それがついに組み立てることができるプラスチックキット、しかもこちら 3D プリンターの出力品らしいんですけど、造形めちゃくちゃいいんですよね。もうめちゃくちゃすでに私欲しいです。エヴァンゲリオンの中で一番何が好きかって聞かれると、私この仮設5号機を挙げるんですけど、こちらがとうとう買える、たまらんですね。たまらんです。こちらに関してはまだ参考出品ということで、詳しい発売日などは詳細に語られてないんですけど、できれば早めに商品化してほしいところです。皆さん正座して待ちましょう。エヴァンゲリオン新劇場版ハの冒頭に登場したこの仮設5号機、ベタニアベースで第三の人と快適することになるんですけど、そのシーンのジオラマを作っても楽しいですよね。もう見てるだけでいろいろな妄想が膨らむ本キット、発売が楽しみすぎます。
もちろん私は絶対に買います。ええ、絶対です。続いてはこちら。こちらもエヴァンゲリオンのアートプラ。この画像を見てピンときた方は私と同世代。今となっては少し懐かしいテレビ版のエヴァンゲリオンのアートプラが発売されるようです。このポジトロンライフル、懐かしいですよね。新劇場版では全く登場しなかった兵装ですが、当時のゲームなんかにはよく出てきた装備ですよね。そしてこちらの2号機は洋上の空母上でガギエルを迎え撃つ2号機ですね。確か残酷な天使のテーゼの流れるオープニングでもこのシーンがあったと思います。そして中央のエヴァンゲリオン初号機、新劇場版とかに比べて少し丸みがあるのが特徴的ですよね。エヴァンゲリオンは新劇場版のデザインよりもテレビ版の方のデザインの方が好きと言われる方も多いので、これは結構売れるんじゃないかなと思います。もちろん私は3体とも集めたいと思っています。っていうかアートプラの攻めるところがめちゃくちゃいいんですよねおじさんホイホイというか、もう欲しいところを全てマークしてるというか、いやー結構な金額になりますけど絶対作って楽しいと思います。こちらもまだ発売日等はまだ決まっておりませんが、ぜひとも発売してほしいキットになっています。めちゃくちゃ楽しみ。さらにさらにこちら、究極の13号機制作開始ということで、最後のエヴァンゲリオン13号機ももちろん商品化されるようです。こちらも当然アートプラで発売されるようです。現在はまだこのスケッチしか公表されていませんが、このスケッチだけでもかなりの対策になりそうですよね。いやこちらも合わせて待ち遠しいし、早く出力品が見たい。海王堂さんめちゃくちゃ期待してます。以上が海王堂さんの新商品でした。さらにさらにエヴァ関連ではこんなものも見つけました。私あまり詳しくはないんですけど、 X プラスさんでいいのかな、こちらから綾波レイのプラモデルキットが出るようです。こちらです。めっちゃ造形いいですよね。今までのプラモデルのイメージとしては動かしてなんぼの稼働モデルがメインだったんですが、最近ではプラマックスをはじめとしてこんな感じで非稼働のモデルのプラスチックキットが増えてきたように感じます。確かに稼働させて遊ぶような自由な発想はできなくありませんが、本来の色を塗って遊ぶというようなプラモデルのあり方から考えるとこっちの方が結構自由度が高かったりします。私もどちらかというとこういう非稼働のモデルの方が好きなので、この動きにはとても賛同できます。ぜひとも今後もこういうキットが増えてほしいところです。なおこちらの商品はまだ価格は未定で、発売時期などもまだ未定のようです。さらにエヴァ関連だと株式会社ウェイブさんからエヴァンゲリオンアニマに登場するスーパーエヴァンゲリオンのキットが鋭開発中ということです。こちらの商品は中国のメーカーで作られているものをウェイブさんが販売するようです。アニマって中国でめちゃくちゃ人気あるみたいですね。この状況でどんどんアニマの機体が日本に入ってくることを期待します。さらにさらにウェイブさんからはこちらの商品、エヴァンゲリオンに登場する近接航空支援用垂直着陸、近接航空支援用離着陸待機戦闘機、もう一回、近接航空支援用垂直離着陸待機攻撃機 YAGR-3B がプラモデル、そしてフィギュアでも発売するようです。めちゃくちゃパーツ類が豊富なんですよね。組み替えても遊べるし、そのままでも遊べる、なかなか面白いキットだと思います。こちらの方は2025年に発売予定ということで、価格が未定ということですけど、結構しそうですね。でもこういう本編に登場する脇役のメカって欲しくなるんですよね。ディテールもめちゃくちゃ細かく入ってるみたいなので、ちょっと気になっている商品ではあります。以上が今回全日本模型ホビーショーで展示されたエヴァ関連の商品でした。せっかくなんで他のメーカーさんも見ていきたいと思います。まずはコトブキ屋さん。今回発表になった商品めちゃくちゃ多かったんですよね。もうコトブキ屋さん満を持して商品展開してくるって感じですね。まあいっぱいある商品の中で気になったと思うのといえば、静岡ホビーショーでも公開されたアーマードコア6のスティールヘイズ、こちらの方の展示がされているようです。生で見れるのは会場で行かれた方の特権ですよね。
非常に羨ましい。このバッチバチ入ったディテール、ぜひ現地で拝みたかったです。そんな大量の商品が展示されている寿屋で私が気になったのがこちら、アルカナリアのシャルメドちゃんです。結構私のツボに入るデザインなんですよね。一見ルミティアに近い造形なのかなと思ったら、こんな大きい右腕が入ってたり、あとは翼と尻尾がある、何を擬人化してるのかなってちょっとよくわからないんですけど、もう猫耳もあったりするんですよね。属性モリモリな感じがします。しかもこちらなんと10月16日来週の水曜日にはもう予約が開始されるということで、発売が目の前に来ています。気になった方はぜひご予約の方もお忘れなく。そしてことぶき屋で一番私が気になったのがこちらです。メタモルバースという商品で、あのタカラトミーのゾイドとことぶき屋さんがコラボした商品となっております。前回静岡ホビーショーではパネルだけの展示だったんですが、今回はちゃんと立体物の展示がありました。こちらの商品結構芸が細かくて、この素体の桐山青ちゃんっていう女の子がいるんですけど、これにこのミニチュア化されたブレードライガーのパーツが合体して、この先ほどのこの女の子になるらしいです。ただ単にパーツをくっつけて擬人化しただけじゃないのが面白いですよね。桐山青ちゃんも欲しいんですけど、私的にはこちらのフィーネが早く出てほしいなと思ってずっと待ってます。こちらの商品も私ずっと楽しみにしているので、発売された暁には必ずゲットして動画にしたいと考えております。今ゾイド熱いですからね。タカラトミーさんのブースにも今回ゾイドがたくさん並んでたようです。うわ、現地で見たかった。そしてその他の商品で気になったのがこのメカスマ、ペルソナのタナトスがプラモデルキットで出るようです。めちゃくちゃこれは嬉しいですね。3に関しては僕よりも自分の嫁さんの方がめちゃくちゃ詳しいんですけど、このタナトスの発売にめちゃくちゃ喜んでましたね。私としてはこれに続いて5のアルセーヌなんかも商品化されると嬉しいです。個人的には5のキャプテンキットなんかが商品化されたいかなと思ってるんですけど、あれはちょっと大きさがあるんで無理かなとは思っていますけど、いやメカスマさんいろんな商品商品化してくれるんで、そこんとこなんとかお願いします。そしてそして私が今個人的にめちゃくちゃ注目しているのがこちらのケモプラです。青島さんのケモプラ、面白い試みをやってるんですよね。ケモノプラモデルって、そのケモノがどれだけケモノ化させるかっていうのが人によって解釈が違ったりするんですけど、そのケモノ化させる具合を自分で選んで制作することができるんですよね。例えばこの子に関してはもう顔も手もケモノ、この子に関しては人間に近いケモノ、そしてそれのハーフリミックスって感じで、それぞれの癖に合わせて制作できるのがこのケモプラの良いところです。なお装備は布服で再現されているようですね。私的にはあまり布服を使って可愛い子作ることがすごく苦手なので、ここはプラスチックキットを出してほしいなとは思ったんですけど、よくよく考えてみれば最近 30mm やあとは総裁少女庭園なんかのパーツを流用すれば自分らしい女の子って作れるような気がしますよね。その辺も含めてちょっとこのケモプラ、他のメーカーさんともリミックスしても面白いのかなと思っています。私自身モルモットと人間のアジンなので、ケモプラいろんな意味で応援しております。そして続いてはやはりホビーショーの顔といえばこちら、バンダイさん。めちゃくちゃ多数のキットが発表されており、土日に発表されるっていうキットもどうやらあるようですね。まだサプライズを仕込んでいるかもしれません。現状で私が気になったのがこの RG シャイニングガンダム。ゴッドが出たからシャイニングもいつか出るかなと思ってたんですけど、案の定出ましたね。人によってはゴッドよりもシャイニングの方が好きだっていう方もいると思うので、この辺結構人気が出るんじゃないかなと思いました。まあこの辺の詳しい情報に関してはガンプラをメインに扱われている人が情報を出してくれると思うので、私のところではそこまで深く語りませんが、その中でも気になったのがこちら、盆栽モデルキットです。しかもこちらもう予約が開始されてますね。プレミアムバンダイで盆栽をプラモデルにするという発想、もうやばいですね。バンダイやばいですね。
控えめに言っていい意味で頭おかしいですよね。しかもこの盆栽キット、まあちょっと安いなら買ってみようかなと思ったんですけど、なんとお値段3万800円します。めっちゃ高さらにその手入れをするためのキット、まあこれはこちらが下の方にあるんですけど、要はそのキットという名のニッパー類ですかね、ニッパーやすりピンセット、こちらの専用のツールも一緒に発売されているようです。いやーこれどうなんだろうなと思って私調べたんですよ。盆栽ってそんなにすんのかなと思ってページを見つけたのがこちらです。これ本物の盆栽なんですけど、こちら新泊の文人って確か言うと思うんですけど、こちらの商品でだいたい33,000円とはいえ、これかなり凝ってるので高い方ではあるとは思います。しかしこちらも盆栽の手入れ用のツールなんかを合わせると結局 43,603円するので、そうですね、これがお得かどうかはやっぱり皆さんの判断次第になるかなと思います。とはいえ盆栽って結構手入れが大変なんですよね。1日3時間以上日に当てないといけないし、水分も普通の観葉植物に比べて結構ドバドバ当てないといけないらしくて、なかなかメンテナンスが大変だと思います。それに比べてこのプラスチックキットなら作っておくだけである程度の年月はメンテナンスフリーでいけると思うので、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。しかもこんなミキナなんかをフェザリングなんかで仕上げるのも楽しいんじゃないかなと思います。ただ金額がなただ金額がなっていうところはあります。これを機に盆栽始めてみるのもいいかもしれません。はい、というわけで今回は全日本模型ホビーショーの気になる記事をピックアップしてみました。日程的には本日と明日日曜日、東京ビッグサイトにて開催されます。現地に行かれる方はぜひとも生のホビーを楽しんできてください。そして私のように現地に行けない方は X なんかで最新情報が公開されていますので、そちらをかじりつくように見て最新情報を追っていきましょう。今回紹介したもの以外にこんな面白いものもあったよって方がいたら、ぜひともコメントに残していってください。面白いものはみんなで共有しちゃいましょう。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の動画が面白かった方はぜひグッドボタンを、おいお前情報ばっか出してねえんでそろそろ新作のプランも出せよって思われた方はぜひ低評価ボタンを押して私のケツを叩いてください。いや本当は作ってるんですけどね実はこの前ガンプラで1個作ろうとした作品が完成間近でおじゃんになってしまってお蔵入りになって動画が出せずにいました。まあその代わりに別のやつが完成して今動画を編集しているので、 2,3 週間以内には新しい動画を出せるんじゃないかなと思いますので、公開された際にはぜひそちらの方のチェックもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ここまでのお相手はモルモットでした。またね。